九州魅力ミュージアム。今回は西日本総合展示場。ナビゲーターは本田康人さん。西日本総合展示場、いろんなイベントやってるよね。西日本総合展示場は本館と新館があり、さまざまな展示会などが開催される施設です。北九州国際会議場やアジア太平洋インポートマートなどとともに国際コンベンションゾーンの一角をなしています。本館は昭和52年オープン。こちらでのイベント、最近では記憶に新しい B1 グランプリ in 北九州をはじめ、巨大ダンボール迷路などの楽しいイベントがありました。新館は平成10年オープン。新館では中小企業テクノフェアや年末年始に開催された大恐竜博をはじめ、見どころたくさんのイベントも行われました。ところで皆さん、こちらの本館にはなんとアイススケートセンターがあるのをご存知でしょうか。ここは北九州唯一の国際規格スケートリンクで、毎年11月から4月上旬まで営業しています。早速本田さんも滑ります。20年ぶりのスケート頑張るぞ。おお、よし。おお、軽快に滑り始めた本田さん、さすが元プロスポーツ選手。20年ぶりにしてはなかなかの滑り。しかし一周して戻ってくると、ああ、もういいかな、もういい、これパンパンになるね、ここ。ていうか一人で滑ってんのが寂しいわ。だが滑ろうよ。そこで本田さんのために女性スタッフを入れると満面の笑み。さらに女性スタッフがこけそうになるとすかさず手助け。紳士です。気分を良くしたのか、さらに滑る本田さん、楽しそうです。北九州市ではアイススケートセンター、ここにしかありません。皆さんぜひ来てください。よろしくお願いします。